どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーンということで動画ねやっていきたいと思います。またまたねやってきましたね。ヒルトンのポイント購入キャンペーンはですね、前回ね2021年の1月からね3月までね行われてたわけなんですけども、2ヶ月後のね5月にまたね 100% ボーナスキャンペーンがですね行われるっていう感じですね。でヒルトンホテルポイントについてなんですけども、大前提としてですね、ヒルトンポイントっていうのはですね、だいたい1ポイントですね 0.3 円とか 0.5 円とかですね、またお盆とか年末年始ゴールデンウィークとかね、もしくは海外などであればですね、1ポイント1円でね利用することもできるわけなんですけども、かなりね限られたホテルのみね利用可能っていう風になりますんで、購入する方に関してはですね、確実に現金価格と比較していただいてですね、ポイントね購入した方がお得になるのであればですね、購入するのもねいいかなっていう風に思うわけなんですけども、まあこちらのチェックだけはですね確実にね行ってください。それではねキャンペーンの詳細ですね。まず期間なんですけども、2021年の5月の18日からですね、2021年の7月8日23時59分という風になっておりまして、こちらはねアメリカ東部時間という風になっておりますので、日本時間の7月9日12時59分までっていう風になっておりまして、まあねこちら毎回言わせていただいておりますけども、購入される方はですねギリギリで購入されるっていうのはあんまりお勧めできませんので、7月7日までにね購入していた方がねいいのかなって思います。でですね、今回のキャンペーンの特典ですね、購入したポイントの 100% ボーナスポイントということで、このね 100% ボーナスポイントがねもらえるのはですね、最低購入ポイントがね決まっておりまして、1万ポイント以上ね購入していただくとですね100% のボーナスがもらえるっていう風になりますので、こちら1万ポイント2万ね購入していただいてもですね、今回の 100% ボーナスポイントはね付与されないっていう風になりますんで、この点はね注意してください。またですね、今回のキャンペーンの購入ポイントのね上限は16万ポイントまでっていう風になっておりまして、またですねヒルトンホテルポイントは年間で16万ポイントまでしかね購入することができないって言った話になっておりますので、まあここまでね購入される方はいらっしゃらないかなっていう風に思うわけなんですけども、一応ね購入上限がねあるっていうのはですね覚えておいてください。またですね、購入ポイントのね付与時期に関しては、取引完了後48時間以内にね付与されるっていう風になっておりますので、こちらもね覚えておいてください。まずですね、ヒルトンホテルのねポイント購入に関してはですね、1000ポイントから購入ねスタートできるわけなんですけども、全部ね1000ポイント単位で細かくね分けられているっていう風になりますんで、この点はですね利用する側としてですね欲しい分だけね購入することができますので、この点はねとてもいいシステムだなっていう風に思いますよね。それでは次にですね、今回のキャンペーンのねボーナスポイントをね考慮した場合ですね、1ポイントねいくらで購入できるかっていうのをですねちょっとね計算させていただいて表にさせていただいたんですけども、こちらの動画をね撮影させていただいているのが2021年の5月の21日の日付が変わったぐらいっていう風になりまして、今ね調べたドル円のレートだと 108.83円ということで、このレートでねこの価格は調べさせていただいているわけなんですけども、左からですね購入ポイントで価格ですね、また 100% ボーナスについてですね、で円換算と外貨決済手数料をね入れた場合、こちらはですねこちらのクレジットカードね持ってる方結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、ヒルトンアメックですね、こちらねアメリカンエクスプレスのクレジットカードっていうふうになりますので、外貨決済手数料ね 2% がかかりますので、これをね上乗せした金額がですねこちらに記載してあります。でですね、その隣がですね1ポイントの価値ということで、今回のキャンペーンはですね 100% ボーナスがねもらえるポイント購入数であればですね、1ポイント0.55 円でね購入することができるっていった形になるんですよね。もしね購入する場合であってもですね、1ポイントねだいたい 0.6 円以上でね利用することができれば、今回のキャンペーンで買って利用していただくのもですねお得になるかなっていうふうに思っております。それでは次にですね、ヒルトンホテルポイントのね各ホテルポイントの必要ポイント数っていうのはですね変動性っていうふうになっておりますので、平日週末繁忙期はですね
ね、もう全部ね必要ポイント数が変わるって形になってるんですよね。ですのでマリオットボンボイホテルとね比べるとですね、マリオットボンボイホテルはシーズン制っていう風になっておりますので、ベラボーにね高い必要ポイント数とかね出てこないわけなんですけども、このヒルトンホテルのね必要ポイントっていうのは繁忙期とかだとですね何十万ポイントとかね必要になったりするんですよね。ちょっとねここはね本当に固定のねシーズン制をね導入していただきたいなって思いますよね。でですね、だいたい何ポイントぐらいでね宿泊できるのかっていうね調べさせていただいたんですけども、2021年の6月5日の土曜日からね一泊でヒルトンホテルね宿泊するとこんな感じになるんですよね。まあコンラッド東京、ヒルトン東京、小田原、コンラッド大阪、ヒルトン福岡、ヒルトン沖縄、瀬底、ニセコビレッジ、ヒルトン成田ということで、まあこちらでね6月5日でポイント宿泊と現金宿泊をですね調べさせていただいたところですね、だいたいこんな感じになるんですよね。だいたいね 0.4 円から高くてもですね 0.57 円ぐらいでね利用することができるっていった形になるんですよね。まあこうやって見るとですね、今回のね 100% ボーナスポイントをね購入するっていうのはですねちょっとねもったいないのかなって思ってしまいますよね。それでは次にですね、2021年の大晦日でもね検索させていただきました。で検索結果はねこんな感じになってるわけなんですけども、まあ、ホテルはね先ほどと一緒で、コンラッド東京からねヒルトン成田までねあると思うんですけども、ヒルトン東京と成田に関してはですねもうねポイント予約ね受け付けてないっぽくてですね表示も出てこなかったんですけども、ヒルトン小田原、コンラッド大阪、福岡、ヒルトン瀬底に関してはですね、こちらね1ポイント1円以上ね超えたわけなんですよね。まあこのヒルトンホテルポイントをですねうまく使うっていうのはですね、まあこういったね繁忙期、まあこちら大晦日っていう風になりますんで、繁忙期にね利用していただければですねこんな感じでね利用することもできるっていった形になりますんで、ヒルトン小田原とかに関してはね1ポイントね 1.5 円とかでね利用することができるっていった形になりますんで、まあこういった使い方であればですねヒルトンホテルポイントもですね普段のね週末とかで利用するのはですねちょっと厳しいかなっていう風に思うわけなんですけども、本当にねスーパー繁忙期であればですねお得にね利用することができるんではないのかなって思います。またですね、京都に2021年9月のね16日に新しくね開業するヒルトンホテルのねラグジュアリーブランドのホテル LXR ホテル&リゾーツロック京都っていうねホテルがあるわけなんですけども、このホテルですねラグジュアリーブランドということで、一番上にですねウォルドーフアルストリアっていうのがありまして、その次にですねこの LXR っていうのがありまして、その下にねコンラッドがあるわけなんですけども、このね LXR ホテル&リゾーツっていうのはですね9月のね16日に京都にね開業するそうなんですよね。でこのホテルですねもうね予約をね開始しておりまして、ポイント宿泊もですね開放されてるんですよね。でこちらはね動画のコミュニティ欄でね軽くつぶやかしていただいたんですけども、こちらですね現金価格でねかなり高いホテルなんですよね。一泊ねだいたい10万からね14万とかねそのぐらいするねホテルみたいなんですけども、こちらのホテルはですね9万5000ポイントで今ね予約することができるっていった形になっておりますので、9万5000ポイントということでかなりのねポイント数なわけなんですけども、このね新しいホテルでですね宿泊されてみたいみたいなね感じで思ってる方はですね、今回のねキャンペーンでポイント購入してね宿泊するのもですねお得にね利用することができるのではないのかなっていうふうに思いますので、気になる方はですねこちら公式サイトね概要欄に載せておきますので、ぜひねチェックしてみてください。でですね、先日私がね調べた感じだとですね、この日本のね3連休っていう中日はですねどうやらね祝日で判断されてないっぽくてですね、祝日のね3連休とかありますよね、土日を挟んだ3連休みたいな、まあそういった日付でもですね9万5000ポイントで中日でね検索ヒットねちょこちょこしましたので、気になる方であればですね、まあ3連休の中日とかであればですね結構ね利用しやすいかなっていうふうに思いますので、ぜひね検索ねしてみていただきたいなって思います。でですねこちらのホテルね
まあ、なぜか分かんないんですけども PC サイトでですね予約取ろうとするとエラーに、ね、なってしまってですね、スマートフォンアプリのねヒルトンホテルのねアプリありますよね、そちらでやるとですね予約することができるって形になりますので、もしね気になる方はですねぜひねチェックしてみてください。それでは次にですねヒルトンホテルポイントのね購入に関してはですね、ポイントサイトね経由してねぜひ購入していただきたいなというふうに思っておりまして、いつもね言っておりますトップキャッシュバックですね、こちらね 2.5% のね還元を受けることができるという形になっておりますので、公式サイトね動画の概要欄にね載せておきますので、そちらね経由していただいてですね購入ねしていただければなというふうに思います。で利用方法なんですけども、ログインしていただいてですね検索バーでポイント .com ってね検索していただくとですねポイント .com のね案件が出てくるっていう風になりまして、そちらねクリックしていただくとですね、ヒルトンオナーズっていうのがね出てくると思いますので、こちらね 2.5% の隣のですねゲットキャッシュバックっていうのをクリックしていただくとですねポイント購入サイトにね移行するっていう風になりますんで、ポイント購入で、ね、していただければなって思います。まあね 2.5% 還元ということですごいたくさんね返ってくるわけではないんですけども、こちらもねコツコツやればね徐々にね溜まってくるかなっていう風に思いますので、まあちょっと手間だと思うんですけども、ぜひね挑戦してみていただきたいなって思います。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、普通の週末でポイント購入してね宿泊するっていうのはですねなかなかねお得に利用するのはね難しいかなっていうふうに思うわけなんですけども、繁忙期のシーズンなどはですねポイント購入してもですねお得にね利用できる機会もねあるかなっていうふうに思いますので、ぜひね現金価格とね比較してね利用してみていただきたいなって思います。でですね今回のヒルトンポイント購入のキャンペーンなんですけども、私ね1000ポイントだけねちょっと購入してみようというふうに思っておりまして、まあ3月にですね私こちらのねヒルトンアメックスのクレジットカードをね発行したわけなんですけども、まだねヒルトンホテルのポイントをですねこちらのヒルトンアメックスのクレジットカードで購入したことがねないんですよね。でヒルトンアメックスねこちらプレミアムカードなので、本来ですねヒルトンホテルで利用するとですね100円決済につき7ポイントがね貯まりますよね。まあ、これがね適用されるかどうかっていうのですねまだね検証してないなっていうふうに思いまして、今回ね購入しようかなって思ってるんですよね。もしね利用された方で結果ね知ってる方いらっしゃいましたらですね、ぜひねコメントでね教えていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、ちょっとね1000ポイントだけ購入してみようかなっていうふうに思っております。でですね本来ですね私はレボリュートカードね持っておりますので、ヒルトンアメックスのクレジットカードだと外貨決済ねかかってしまうんですけども、レボリュートカードだとですね外貨決済ねほぼかからないっていう風になりますんで、本来はですねレボリュートカードで決済したいわけなんですけども、まあね100円で7ポイントがねもし獲得できるのであればですねかなりねすごいことっていう風になりますので、ちょっとね検証がてらにですね1000ポイントだけね購入してみようかなっていう風に思ってるんですよね。ということで結果についてはですねまた動画がね私の動画のコミュニティ欄っていうところあるわけなんですけども、そちらでね発信ねしていきたいなっていうふうに思っておりますので、そちらもねぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はですねこんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。